錦鯉の長谷川雅紀です。大石です。お願いします、はい。さあ本日は、大石先生流2015年10月の運勢ランキング、はい、もうこれもね毎月毎月やってますけれども、はい、皆さんの生年月日でですね、うん、人間を9種類に分けて、はい、10月の運気を、まあ、1位から9位までですね、はい、ランキングしようと、うん、でその9つの分け方ですけれども、うん、誕生日なんですが、はい、生まれた年はいりません、うん、何月何日というね生まれた月と生まれた日付、うん、これをまず最初単純に足してください、うん、そしてその答えが大体2桁でしょうから、うん、その2桁の場合には10の位と1の位をまたバラバラにして、はい、これを1桁だということで足してください、うん、また足す。でまたもしそれでも2桁だったらそれを何回も繰り返してもらっていくと、うん、最終的に必ず答えは1から9のどれかになります。1桁ね、はい、これがその人のまあ運命の数で命数というふうに呼んでるわけですね、はい、でこの命数1から9までで、10月最も運がいい方から、はい、最も運が悪い人まで、ランキングしようじゃないかと、はい、それがこのコーナーです。はい、そうです、はい、でやっぱりこういうのは下から行こうと、うん、ね、一番いいのは取っとく、取っといて、まずはですね、はい、10月どん底の方第9位言い方、10月第9位の方、はい、今の名数でいきますと、名数7の方、はあはあ、はい、今月のその特徴はですね、ええ、ご本人結構やる気が出て積極的に動き回ったりするんだけれども、はいはい、なんかね前にやったことの、うん、なんだろう、悪事がバレてというかですね昔のちょっと悪さが足を引っ張ってしまうぞというような運気だと。へー、だからまあちょっと身に覚えのある方はですね言い訳を考えておいて続きまして、はい、第8位ですね。8位、今月第8位は、うん、命数2の方2、はい、命数2の方はですね、うん、まあ、8位っていうと下から2番目だから、はい、まあ、あんまり良くなさそうなんですが、ね、実際はいろんなものをこう始める月でいいんだけれども、うん、そうですね、まあポイントとしては感情的になんか落ち着かないなというちょっとふわふわゆるゆるとしてる月なんですね。落ち着かない、落ち着かないと。でまあそれがいい方に出てくれればこうフットワークよく行動っていうふうになるんだけれども、通常はちょっとまとまりのない月かなっていう感じになりそうだよということで、第8位になりました。はい、なるほど、はい、続きまして第7位、はい、命数6の方、6、はい、ですね、はい、今月は、まあ先ほどの2の方と逆で、うん、非常にこう精神的にも安定してたりですね、うん、落ち着いて穏やかであると、うん、ね、でただ6、7位のポイントとしてはですね、うん、延期っていうキーワードがあって、延期なんかね、もうこれで終わるはずのものがこう伸びると、うん、本人の責任じゃなくってもなんか引き延ばされるというようなものがあるので、うん、ゆとりを持った計画が必要であると、はあはあ、なるほどね、はい、続きまして第6位、はい、第6位命数4の方、4、はい、命数4の方、ですね、自分で出ようと思わなくっても、うん、周りから引っ張り出されるぞと、まあ、周りに動かされるぞという月、まあ、でも大体自分でももうやる気になってるんですけれどもね、でかなり新しいこう人間関係とか出会いとかこういったものが広がっていくタイミングなんですけれども、それがですねいい方に広がるというよりは、うん、なんか負荷とかプレッシャーとかですね、うん、結構その制約が多くなってしまうちょっと息苦しい感じの一月と、これが、命数4の方、はい、はい、で、第5位、5位、命数1の方、お、1、はい、かなりこう積極的に動こうと活発だよというふうになるところでして、うん、ここがですね、はい、まあちょっと上っ調子に滑りすぎるというか上っ面でね、うん、自分が調子がいいもんだから、うん、ほいほいとこういろんなものを引き受けてしまうとか、うんうん、あるいはその軽い口約束であるとか、うんうん、なんかちょっとねこう周りから真剣味が足りないんじゃないのって思われそうな一月ですということで、はあはあ、動くの構わないからこう重みを持ってと、ね、うん、ね、はい、元から軽い人はよく注意してくださいね、僕維持ですからね、はい、ということで、はい、これでとりあえず、5つですね、半分、はい、で、残りベスト4は、はい、また明日ということで、明日ということで、はい、
はい、お楽しみに。楽しみに。